ドミトリー・イーガリビッチ・トゥルスノフは、ロシア・モスクワ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス7勝、ダブルス6勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス20位、ダブルス36位。身長185センチメートル、体重82キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。トゥルスノフは、 科学技師であった父親の手ほどきでテニスを始め、12歳半の時にロシアを離れてアメリカに引っ越した。2000年にプロ入りしたが、トゥルスノフは ATP ツアーの下部ツアーの ATP、チャレンジャーツアーでの下積み期間が長く、2003年の全米オープンで4大大会デビューを果たしている。初出場の4大大会で、トゥルスノフは1回戦で、 元世界ランキング1位のグスタボ・クエルテンを破り、グザビー・マリストの3回戦まで進出した。2004年は、ウィンブルドンで3回戦に進み、1回戦で、同じロシアのマラト・サフィンを破ったが、3回戦で、カルロス・モヤに敗れている。ドミトリー・トゥルスノフは2005年から、ツアー大会で成績を伸ばし、2005年ウィンブルドンの2回戦で、地元イギリスのティム・ヘンマンを3から6。 6から2、3から6、6から3、8から6で破る勝利を挙げた。トゥルスノフ自身は4回戦で、セバスチャン・グロジャンに敗退する。この5男子テニス国別対抗戦、デビスカップロシア代表選手にも初選出され、9月23日から25日に、ワールドグループ準決勝の対クロアチア戦に出場した。2006年は、全仏オープン3回戦。 ウィンブルドン4回戦、全米オープン3回戦進出の後、9月末に、キングフィッシャー航空テニス、オープン決勝で、トマーショベルディハを破り、ATP ツアー大会でシングルス初優勝を果たす。12月1日から3日にかけて、デビスカップ決勝のタイアルゼンチン戦が、ロシアの首都モスクワにある、オリンピックスタジアムで開かれ、トゥルスノフは、マラトサフィンとペアを組んで、 第3試合のダブルス戦に出場し、アルゼンチン代表のナルバンディアン、カレリ組を破って、デビスカップロシア代表の4年ぶり2度目のデハイ優勝に貢献した。2007年全豪オープンでは、第21シードで出場したが、3回戦で、第13シードのトマーシュベルディハに敗れた。その後の4大大会では、シングルス3回戦止まりが続いているが、男子ツアーでは、 シングルスダブルスともにタイトルを増やしている。2008年全仏オープン男子ダブルスでは、同じロシアのイーゴリ・クニツンと組んだベスト4進出がある。8月の北京五輪で、トゥルスノフはシングルスダブルスともにスイス代表のロジャー・フェデラーと顔を合わせた。シングルスは1回戦で4から6、2から6のストレート負けに終わり、ミハイル・ユージニーと組んだ男子ダブルスも2回戦で、 フェデラーとスタニスラスワウリンカの組に4から6、3から6で敗れた。2012年のロンドン五輪で2度目のオリンピックに出場した。シングルス1回戦でフェリシアーノ・ロペスに7から6、2から6、7から9で敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退。 Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。 2005年前仏の不先輩は通算成績に含まない。ありがとうございます。